9月20日秋葉原でチーム練習を行う明日は、じゃあ PVP やりますか。やりましょうよ。ああ、いよいよチームで初めて PVP に挑戦する。 PVP とはプレイヤー同士が戦うこと。今回行う PVP はレベル30から挑戦できるウルブスジェイル。ルールは至ってシンプル。4対4で戦い、相手を全員倒したら勝利というもの。とりあえずタンクが2人いるから、はい、チームを分けて、はい、うん、チーム編成は縦役が1人、近距離攻撃が1人、遠距離攻撃が1人、そして回復も1人と、全て違う役割で編成される。今回はアスラチームとマンゴーチームでメンバーを分け、空いているところにスタッフやフレンドのプレイヤーで構成した。始まりますよ。最初何するんだろう。これ多分セッティングとかあるよね。あれ、瞬時の盾を使えない。レベル30で、あれされてるんですよ。30は使えないんだ。はい、今回はレベル30での対決のため、それ以上で覚えた技などは使えないこととなる。右上の方にですね、あと34秒、33秒、あと30秒っていうのが出てるんで、あと30秒したらこの門が開いて、おそらく僕たち戦うんだと。あと5秒。あ、やばい、来る。え、ストーンスキンつけれんの。はい、下行こう。しゃー、どこ行くんだ。あ、もういた。やばい、いきなりいきなりダメだ。この PVP では相手をいかに回復させないかが重要。つまり回復役を最初に倒すとゲームを有利に進められる。ということで明日はマンゴー狙いでいくが、あれどこ、うん、マンゴーどこ。マンゴー今いないですよ。マンゴーいない。はい、なんで。え、遠巻きに攻撃してるんで実はマンゴーは小さいキャラと周りの影を生かし、常にアスワの背後に回るように移動しながら攻撃をしていた。そのためアスワには発見できていなかったのだ。ちょっと待ってくれ。はい、アスワさん、寝てください。いやー、寝た寝た寝てください、アスワさん。全然分からん。しかし偶然マンゴーを発見し、今度はアスワがマンゴーを追い詰める。うわー、やられた。マンゴーが倒され回復できない状態になってしまったマンゴーチーム。するとここからはあっという間に倒され、負けた。あとさっきだけ。やった、何回も眠らされてたじゃないですか。すごい。いや、いや、面白い、面白い、面白いですよ。これ面白い。初のチーム戦を体験し、楽しさを覚えたチームアスワ。ということで次週も PVP をやっちゃいます。